ラッシュ、王を殺した俺を撃っても貴様の名誉が戻ると思うな。故郷と家族を捨てたあの時、貴様は永久に消せん罪を犯したのだ。そうだ、俺の罪は消えん。罪を背負った命なら未来への希望を守る捨て石で構わん。来るがいい偽善者ども、綺麗事を並べようと所詮貴様らも俺の同類、血に飢えた復讐者だ。雪滅戦、貴様には失望した。わからんか、王女に剣を向けたその時、己が何を裏切ったかわからんか。貴様はアーサー殿の信頼を裏切った。剣にも盾にもなれん奴はアーサー殿護衛の任を解く。どこへなりとも消えてしまえ。よせ、そいつが取り付いてたんだな。何を言う、我が同志だ。オキューリアは人間を飼いならす餌として力を授ける。その誘惑をよくぞ拒んだ。奴らの意志に背を向けて初めて人間は歴史を動かす自由を勝ち取るのだ。浜崎欲しさにダルマスカの自由を奪っておいて、もう浜崎は渡さない。ここで眉を砕く。おお、砕こうではないか。だからこそ封印を解いてもらったのだ。だがな、オキューリアの剣は使わんぞ。眉が蓄えたミストが失われてしまうのでな。使うのはこれよ。やるぞベーデン。そして天地に満ちたミストをバハムードが食らうのだ。見ろ、この光は呪しだ。神を気取るオキューリアの意志を跳ねのけ、歴史を取り戻す人間の雄たけびだ。それで人造浜崎かよ。オキューリアの意志を猿真似してあんたが次の神様か。神を偉大にして何が悪い。わしを失望させた上、逃げて逃げて逃げ切れず、今さら前戻りをつけ。おいアムラン、わしの意志を思い切れ。情けなどかけんぞ。我らの知恵と力の結晶、それが人造浜崎よ。人間の意志が生み出す力、その目に焼き付けるがよいわ。おい、ハムフリート。
ならば望みを叶えてやろう。ミストが燃える。マイは